こんにちは、生き生きメール千葉の時間です。この番組は毎月1日と15日に発行している千葉市政だよりや市内で行われるイベントの紹介を通して千葉市からのお知らせや暮らしに役立つ身近な情報をお送りしています。皆さんの生活にぜひお役立てください。それでは最初に千葉市政だより12月15日号の内容から紹介していきましょう。お持ちの方はぜひお手元に置いて番組をご覧ください。千葉市政だより12月15日号では今年1年間の主な出来事について特集しています。まずは第1面から。2016年の千葉市と題し、今年1年間の市政にまつわる主な出来事を紹介しています。今年は千葉開府890年を迎えた年でした。これを記念して8月の千葉の親子三代夏祭りに合わせて、千葉氏ゆかりの11自治体が全国から集まった千葉市サミットを開催しました。3月には将来を見据えた海辺の活性化の取り組みの方向性を示す海辺のグランドデザインを策定。また民間活力を導入し、稲毛海浜公園内にザ・サーフ・オーシャンテラスが、続いて4月には千葉中央港地区に旅客船桟橋とターミナル等複合施設ケーズハーバーが相次いでオープンしました。11月には5年間の建て替え工事を経て JR 千葉駅の新駅舎が誕生。千葉モノレール駅舎等をつなぐ連絡通路を整備し、回遊性と利便性が向上しました。このほか紙面には今年1年間のさまざまな出来事を掲載しています。ぜひご覧ください。続いて第4面では、市役所・区役所の窓口やゴミの収集など市の主な年末年始の業務案内を掲載しています。市役所・区役所などの窓口業務は、年末は12月28日水曜日まで、年始は1月4日水曜日からとなります。なお、出生・死亡・婚姻届などの戸籍の届け出、前仮想許可証の交付については、年末年始も各区役所の1階警備員室で取り扱います。続いては年末の家庭ごみの収集日について、可燃ごみと資源物は12月30日金曜日まで、不燃ごみ・有害ごみは12月28日水曜日までで、いずれも各地区の収集日、年始はいずれの家庭ごみも1月4日水曜日以降の各地区収集日からとなります。紙面ではこのほか、年末年始の応急診療や主な施設の休館日についても掲載しています。また第8面では、市の救急医療体制についても紹介していますので、合わせてご覧ください。続いて第5面では、地方卸売市場の歳末市民感謝デーについて紹介しています。今月は市民感謝デーに加えて、27日火曜日から30日金曜日に歳末市民感謝デーを開催します。新鮮な魚介類やお餅、かまぼこなどのお正月用品のお買い物に、ぜひ地方卸売市場へお越しください。詳しくは紙面をご覧ください。以上、千葉市政だより12月15日号の紙面をご紹介しました。続いては第2面に掲載している認知症介護交流会と認知症カフェについてお知らせします。介護家族同士で日頃の悩みや不安、介護のコツなどを話し合う認知症介護交流会の参加者を募集しています。日時は来年1月11日水曜日午後1時30分から。会場は緑区鎌取町の緑保健福祉センター。定員や申し込み方法などはご覧の通りです。詳しくは認知症の人と家族の会、電話 204-8228 にお問い合わせください。続いて認知症カフェについてお知らせします。
認知症カフェとは、認知症の方やその家族、認知症のことが気になる方などが自由に集まり交流できる集いの場です。現在市内ではご覧の18カ所の施設で定期的に開催されており、情報交換や悩みを共有したりできます。お気軽にご利用ください。所在地や開催日時、費用など詳しくは地域包括ケア推進課電話 245-5267 までお問い合わせください。一人で悩まず、ぜひご参加ください。お知らせは以上です。千葉市政だよりは毎月1日と15日に新聞折り込みで配布しています。また市役所1階案内、各区役所、市民センター連絡所、公民館、市図書館、コミュニティセンターの窓口、市内のセブンイレブン各店舗、そごう千葉店などでも配布しています。このほかインターネットサービス、マイ広報誌を使って読むこともできます。ぜひ市民生活にお役立てください。では続きまして、千葉市のトピックスをお伝えします。千葉市内を鮮やかに彩るイルミネーションが今年も始まりました。日本夜景遺産に認定された千葉ポートタワーでは、およそ3500個の電球で彩られたイルミネーションツリーが点灯しています。タワー壁面の巨大なクリスマスツリーは高さ100メートル、幅30メートルにもなります。イルミネーションの雪がツリーに降り注ぐ幻想的な光景を前に、集まった多くの市民が歓声を上げていました。千葉ポートタワーのイルミネーションツリーは12月25日日曜日まで開催。平日は午後5時から夜8時まで、土曜日曜祝日は夜10時まで、また12月23日から25日までの3日間は深夜0時まで点灯します。また恋人の聖地に認定されている千葉ポートタワー2階の愛のプロムナードもクリスマスシーズンに合わせてリニューアル。多くの家族や恋人たちの憩いの場となっています。続いて、中央公園周辺を彩るルミラージュ千葉2016。今年は中央公園周辺の樹木や中央公園内の噴水モニュメントにおよそ35万球の LED の電飾が施されています。中央公園を訪れた来場者は写真を撮るなどして美しいイルミネーションを楽しんでいました。そして千葉モノレールでは、イルミネーションの点灯に合わせ昨年好評だったモノレールの一旦停車を今年も実施。2017年2月14日まで平日の点灯時間中に中央公園前のセントラルアーチ付近でおよそ1分間停車します。このルミラージュ千葉2016は来年2月14日火曜日まで開催しています。さらに JR 千葉駅西口駅前の歩行者デッキも千葉駅西口イルミネーションとして来年1月20日金曜日までライトアップされています。今年も美しいイルミネーションをどうぞお楽しみください。さて、お送りしました行き決める千葉、いかがでしたか。次回は1月4日から7日に千葉市政だより1月1日号の内容などをお伝えしていきます。次回も千葉市政だよりをご覧になりながら番組をお楽しみください。また市政に関する情報につきましては、ご覧の市役所コールセンター電話245市役所までお問い合わせください。それでは行き決める千葉、今回はこの辺で失礼いたします。さよなら。